伊達さゆりの伊達にラジオやってません。皆さんおばんです。伊達さゆりです。この番組はいつか伊達にラジオやってませんと胸を張って言えるようにリスナーさんの力を借りつつたくさんの笑顔をお届けしていくラジオ番組です。本日第137回です。はい、もう今年も2ヶ月切りましたよ。皆さんどうですか？元気ですか？煽ってないよ。そろそろ年末年始の予定立てている方も多いことでしょう。そしてなんか今年はなんかお正月休みもいやいや長めらしくてごめんなさい、なんか台本に書いてあることそのまま読んでるので私はなんか休みが何日あるとか全然ちょっと調べてなくてわからないんですが、なんか長めらしいのでじゃあもう2025年はもうこれみんなでゆっくりスタート切ろうねっていうね、もう穏やかに心穏やかにスタート切ろうねっていう意味だと思います私は。そして、まあ2024年終わります、もう終わります。私も昨日かなお仕事でご一緒した方がちょっとスタッフさんね、スタッフさんが実はって今日で伊達さんとはもう良いお年をなんですよって言われてて、嘘って言って、多分もうこんな感じでね増えていくんだろうな徐々に徐々にって思って、なんかもう私なんか嫌じゃない、このさ自分だけさこうまだこの方とお仕事でお会いするだろうなって思ってたら実はそんなことなくて、なんか私常に今から良いお年をって言ってようかなって思いました。なんか言い忘れたみたいなことに なりそうでちょっと怖いので、なんかなのでちょっと伊達ラジスタッフさんに後でちょっと良いお年をって言おうかなと思いますはい、言いません、ごめんなさいね、すいません、ちょっと冒頭からふざけてしまったんですけれども、皆さん寒くなってきておりますので体調だけ気をつけていこうね、お約束だよ。それでは早速始めていきたいと思います。伊達さゆりの伊達にラジオやってません、スタートです。伊達さゆりの伊達にラジオやってません。改めまして伊達さゆりです。まずはちょっと近況トークのお時間ですが、皆さんちょっと私がやらかしてしまったというかちょっとうわやっちまったなっていうお話を聞いていただければと思います。なんかねこの間ちょっとね雨が降ってたんですよ。ちょっと肌寒い日があってね、多分だけど朝からね雨が降ってた日だったので、私その日お昼からお仕事で、でまあ普通にこう朝起きてカーテンをパッと開けたんですね。そしたら、まあ、ちょっとこう小雨霧雨ぐらいの雨が降ってて、あ雨降ってるな、ちょっとじゃあ今日はもう傘持ってくか、ちょっと雨降ってるのだるいなとか嫌だなって思ってて、ちょっとねその日なんか私ちょっとなんかぼーっとずっと一日ぼーっとしてた日だったんです。なんてか分からないんですけど、雨が降ってるなって確認しているのに傘を持たずに家を出たんですね。まずでうわ傘持たずに家出ちゃった、うわでももう取りに戻るのちょっとめんどくさいからこのまま行こうと思って、まあちょっと帽子もかぶってたのでまあ霧雨程度だったらまあまあ大丈夫かと思いつつで、まあ、歩いてたら普通にねちょっとこう雨が強くなってきたんです。歩いてたらでうわちょっとこれやばいと思って傘買おうと思ってねコンビニにパッと寄ってビニール傘ですよ買おうと思っていっぱいこう並んでたんですコンビニにね。でちょっとこう急いでたっていうのもあってもう何もこう見ずにビニール傘あこれでいいやと思ってパッて取ってレジに行ったんです。で大抵ビニール傘ってまあ600円、まあ、500円700円ぐらいが相場かなと思うんですけど、普通にレジ持ってって店員さんに渡したら店員さんが、1990円ですって言うんですね。でちょっと私と思ってあれなんか想像していた値段じゃないぞと思って、でも傘なんですよ、そう私がもう出したのが傘だったので待って私これビニール傘じゃないものを買っちゃったと思って、ね、よく見てみたらなんかね
ちょっといい値段の傘というか、ちょっとこう丈夫なね、頑丈なビニール傘のなんかワンランク上みたいな傘をなんかパッと取ってレジに持ってってたみたいで、私もちょっとこう傘にパッと2000円は出せなくて、ただちょっと急いでたっていうのもあって、ちょっとごめんなさい、やっぱりお支払いできませんってそこで言うのもちょっとなんかあれかなと思って、うわー高いけど買うかと思って、まあちょっと買ったんですね。それで終わったらまだいいんですけど、私その後その2000円した傘をですね、ちょっとお仕事の現場に忘れてきてしまって、もう私の手元にその傘ないんですうわーと思って、もう本当に私の2000円がと思って、もう最悪ですよね。ちょっとね、朝からなんかぼーっとしてて、なんかこうもっと時間かけてゆっくりね行動すればよかったなと思って、ちゃんとこう値段を見て、あ、こっちだったね、ビニール傘ちゃんとこっちの傘買おうと思って、こうなんかちゃんとやればよかったなと思って、なんかちょっともったいないというか、やっちまった、私のうちの2000円がと思って、すごいこうショックでした。ありがとうございます、気をつけます、ありがとうございます。それでは、ここからはリスナーさんからのメッセージをご紹介していきたいと思います。まずはハッピーネームはるきさんからいただきました、ありがとうございます。さゆりちゃん、おばんです、おばんです。私は北海道在住なのですが、最近とにかく寒いです。もうヒートテックなしだと体感マイナス10度くらいの日が多くて、喋るときガチガチです。どのくらいガチガチかと言いますと、トムとジェリーの凍えてる時のトムくらいガチガチです。めっちゃわかりやすいガチガチサユリスのために、これっておすすめなんですっていう温まり方ないでしょうか。PS、 いつも応援しています。僕も古生物学者になれるように頑張ります。頑張りましょう、頑張りましょう私も古生物学者目指してるみたいになっちゃったけど、今の言い方だと。ありがとうございます。めちゃくちゃ例えが分かりやすい。トムとジェリー大好き私も。でもさ、なんかおすすめの温まり方ないでしょうかって言ってくださってるけど、北海道にお住まいでしょ。多分私のアドバイス絶対通じないと思うよ北海道寒いもんだって。北海道の方になんか北海道持ち歩くといいよとか言えないですよ、そんな。ただなんかなんていうのかな、これをするといいよっていうよりかは、これを避けるといいよっていう言い方の方がちょっと私的にはアドバイス的にはあるんですけど、私トレーナーとかスウェット、そのオーバーサイズの服を着るのが大好きなんですね。で今日もなんならめちゃくちゃブカブカのトレーナー着てるんですけど、多分これ着たことある人わかると思うんですが、意外とこういう服って長袖とかだとあったかい、それあったかそうだねって言われるんですけど、オーバーサイズすぎるとこうね、ボカボカじゃない、あれ何、こうブカブカだブカブカすぎて服と体の隙間が空くんですよ。でそうなると通気性が良すぎて空気の通り道ができるのね。そうなるともう鬼寒いの、鬼寒いので、私も今日ちょっと今日ね肌寒い日ではあるから、ちょっとこのオーバーサイズの服着てきてるんだけど、寒いよ。そうだから意外と、まあ最近そのこうふわふわした素材とかだったらまだ大丈夫かもしれないけど、オーバーサイズ意外と避けた方が、ピタッとした服の方が寒い時とかは意外と良かったりするかもしれないって私は思う。だけどごめん、私はオーバーサイズ大好きだから寒くても着る、そして寒い寒いって言う。そうだから意外とね、ブカブカのサイズ好きだよ、よく着るよって人、意外と避けた方が寒くない説は私勝手に持ってる。そうで中にヒートテックとか仕込むとね、結構あったかかったりするので、ちょっとアドバイスになってるかわからないです。もう北海道の真冬の寒さをね体験したことが多分そんなにない、そんなにというか多分ないので、ちょっとこうわからないんですけれども、まあ多分トムとジェリーのトムになるっていうことは凍ってますね。気をつけてくださいね。ありがとうございます。
それでは続きまして、ハッピーネームいくみさんからいただきました。ありがとうございます。だれちゃんおばんです。おばんです。私は一人暮らしをしていますが、実家がそこまで遠い距離ではないので割と頻繁に帰省しているのですが、その際に必ず少しお高めのお菓子や飲み物を手土産に持っていきます。母は毎回持ってこなくていいと言いますが、受け取る際の嬉しそうな顔を見ると私も嬉しくなります。そしてなぜかいつももったいないからと最後の一つを賞味期限が切れても食べないので手土産は欠かせません。だれちゃんは帰省する際に実家に手土産を持って行ったりしますか？ちなみに私は増えすぎた荷物も実家に持っていきます、といただきました。ありがとうございます。いいですね。でも私も実家があの宮城にあるので、そんなにね東京とはあんまり遠い距離ではないので、結構ね帰省したりするんですが、そうですね、上京して最初の方は帰省するたびにこうなんかそれこそなんか東京駅とか新幹線のね橋それ駅とかでお菓子とか買ってってたんですけど、もう最近は全然買ってってない。そう、超身軽で帰りますね。なんならお仕事で東京でお仕事ある日、まあ今日みたいな日とかよりも荷物少なめに帰るかも。実家に何でもあるっていうのもあるんだけど、なんかこう身軽で帰りたいっていうのはあるんですよね。なんでかわからないんですけどね。え、あと私がその手土産を買っていかなくなった理由っていうのがもう一個あって、まあ基本的にこう新幹線で宮城に帰ることが多いんですが、基本的にまあやっぱり一人で帰るので、私一人でいる時って電車の時間とか待ちたくないんですね。そうそうそう、だから言い方悪く言うと余裕持たないで行動することが多いんですそう、だからもう常にずっと歩いてるみたいな感じ。このちょっと時間空いたからなんかどっかカフェ寄るとか、そういうの一人での時は絶対しなくて、もうなんていうんですか、こうぴったり電車に乗りたいとか、そういう感じなのね。だから例えばね、じゃあ宮城まで東京駅から12時発の新幹線に乗って帰りますっていう予定を立てたとしたら、東京駅に私は多分11時48分ぐらいに着くようにスケジュールを立てるんですよ。私そうなの、めっちゃギリギリなの。そこからなんかチケット発見してとかも全部こうスピーディーに待ちたくなくて、そうで、それでね間に合わなかったっていう経験があんまりないんですよ。だから多分そのやり方でやっちゃってるんだけど、なんかね待ちたくないの、ずっとね、こうういクリアクリア、ういクリア、改札通ったよ、ういういうい乗ったみたいな感じで行きたいの。そう、なんかあれあれ、信号を待ちたくないみたいな感覚とちょっと似てるんだけど、そうだから結構ねギリギリで、そう、まあもちろんお仕事の時はちょっと余裕持ったりっていうのはやるんだけど、それこそもう帰るだけとか、そうそうそうだね、帰るだけとか、そっち系だともうスムーズに全部やりたいので、そんな感じになっちゃうかな。ありがとうございます。それでは続きまして、ハッピーネームよしのりさんからいただきました。ありがとうございます。セイリーおばんです。おばんです。はい、突然ですが、セイリーは一人で出かけた際に予定より早く着いてしまった時どう過ごしていますか？というのも、私は時間を潰すのが苦手で一緒です。先日一人映画に行った際、予定より30分ほど早く着いてしまったのですが、買う予定もないのにお店に入るのも悪いし、カフェなどで過ごすには時間が足りないしで、結局予定の時間までエスカレーターに乗って上の階から下の階をずっと往復していました。そこでサヨリンは予定より早く着きすぎた際どうやって過ごしていますか、といただきました。ありがとうございます。はい、さっきのお便りとちょっとこう矛盾してしまうんですけれども、私もあります、こういう時予定より早く電車の乗り換えできちゃったなとか、そういう時に。そうなのよ、カフェに入るのもなんか違うなとか、お店に入るのもなんかちょっと違うんだよなみたいな、本当に微妙な曖昧な時間、あとほんと10分ぐらいなんだよなみたいな、っていう時に、私も前ね、ちょっとこうエスカレーター関連でちょっとやったことがあるんですけど、たまたまその建物のお仕事ね、15階に集合してください、確か15階だったの、それぐらい高い建物だったの。そうで、15階に集合してくださいって言われた時に、まあ、1階につく、まあ、まず建物の1階
についてるわけです私は。で、うわこれどうしようかな、全然まだなんだか10分ぐらい時間あるんだよなっていう時に、もちろんエレベーターがあるんですって。エレベーターで上がってしまえばスッと行けちゃうんですけど、私は、1階からもうご丁寧に丁寧に丁寧に15階までエスカレーターちゃんとこう乗っていきましたね。はい。わかる？エスカレーターさ、まあ、登る時も降りる時もなんだけど、大抵さ自分の周りにも人いるじゃん。でその人たちとさ、なんか親近感湧かない？この人何階で降りるんだろうみたいな、何階でこうバイバイするんだろうなとか思って、まあ、私の周りの人がねどん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 いなくなってくるんですよね。さすがに1階から15階までねみんなエスカレーター乗らないのよ、みんなエレベーター使っちゃうから。そうで私はねもう丁寧に丁寧に15階まで登っていって、すごいこうちょうどいい時間に着けたっていう感じですね。であとエスカレーター関係なしで言うと、電車のねさっきの乗り換えとかをあえてこうちょっと遠回りするような乗り換えのルートで行ったりとか、あと全然まだそれこそ時間があるってなった時は、あと本屋さんがあると本屋さんに寄ることが多いかもしれないですね。見ちゃうんですけど、でそこでなんか気になったのあったらちょっと買っちゃうし、なんならあ街歩きすればって言われちゃいました。でもなんか、まあ、寒いんですよね。寒いんだよ。私だってオーバーサイズの服着てさ、ちょっと一刻も早く建物の中には入りたいの。ちょっとわがままなんだけど、秋だし街歩きすればって言われちゃったけど、私はじゃあ建物の中で時間潰そうかなと思います。ありがとうございます。ということで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしております。伊達さゆりの伊達にラジオやってません？伊達ラジ演技の道、こちらは演技力を鍛えていきたい私伊達さゆりがどんなお題でも演じてみせるミニコーナーです。まずは前回の答え合わせから。前回の演技はこんな感じでした。皆さんいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はい、暖色系のお洋服たくさん入荷しております。いっぱいありますよ。え、今度見に来るですって？もうあっという間になくなっちゃうんだから。はい、結構ね過去一難しいんじゃないかっていう感じでやらせてもらってたんですけど、伊達らじ演技でつぶやいてくださっています。びっくり、結構ね当たってる方いっぱいいらっしゃったよ。すごいすごい、めっちゃ上手上手っていうか、皆さんすごい素晴らしいです。ということで正解は、紅葉でした。ちょっと比喩というかショップ店員さんみたいな紅葉のその木の感じをお洋服に例えてたんですけれども、あ確かに これあれだね、演じるって私最初に言ってるのに例えで言っちゃってたから難しかったのかな。だんだんちょっとこのコーナーのちょっとタイトル名がちょっと怪しくなってきております。ということで今回のお題を確認したいと思います。はい、じゃあいきますよ。演技の道スタート。私たち見た目はとっても小さくて可愛いんだけど、ちょっと小悪魔なところがあって、中身はわからないわよ。以上です。絶対むずいよね。いやむずいですよ、むずい、めっちゃむずいんですけど、まあ、ごめんなさい、むずいのでちょっと私からヒントあると、秋ですね、秋のテーマの子です。はい、秋と言ったらみたいな感じのことになっておりますので、でも紅葉を皆さん当ててるからもしかしたらお二人ぐらいはわかるんじゃないかなっていう感じですね。ぜひ皆さん当ててみてください。私が何を演じていたか分かった方はハッシュタグだてらじ演技をつけて答えをつぶやいてみてください。次にこのコーナーをやるときに答え合わせをしますのでお楽しみに。以上だてらじ演技の道でした。だてさゆりのだてにラジオやってません。続いてはこちらのコーナーです。さゆりんみやびしゃべり。
みやびな心はそのままに、敬語・丁寧語禁止のテーマトークにチャレンジしていきます。トークタイムはだいたい2分、敬語・丁寧語を使わず2分間トークできたらクリア。もちろんです・ますも NG で、もし使ってしまったら罰ゲームです。ちなみにスタッフさんが気づかなければセーフです。ということで今回の罰ゲームは、天使か悪魔でエンディング。はい、これこれなんでこの罰ゲームになったかというと、ちょっと私の今日着ているお洋服からちょっと引っ張り出してきました。ということで早速やっていきたいと思います。はい、まずはですね、ハッピーネーム篠原っぱさんからいただきました。ありがとうございます。テーマ、なぜか強く印象に残っている幼少期の記憶。はい、これ結構あったんですけど、ちょっとまあ本当に罰ゲームなしで頑張ります。お願いします、スタート。うちがなぜか強く記憶に残っている幼少期の記憶、今から話すぜ。1つ目、なぜか父と2人で映画を見に行った時の記憶が超残っている。普段幼少期のうちは普段、ママと映画を見に行くことが多かった。だけどその時たまたま、パパと映画を見に行った。で、うちなんかちょっとパパと出かけるのがちょっとあんま慣れてなかったから、ずっと緊張して一言も喋らなかった。でパパはそれを見てちょっと不機嫌になってた。なんでお前何も喋んないんだって言われちゃった。2つ目、ちょっと長いか。2つ目、これはちょっといろいろ話したこともあるが、うちちょっとちっちゃい時実は、なんていうんだ、霊的なものが見えてた、見えてた以上。どっちだ、どっちだ。ああ、いけた。言ってなかった。よしよし。そういうことか。私言ったか。途中でママパパって言ってたけど、私最初父って言ってるのか。そっか、父はオッケーなのかオッケーじゃないか。あ、でもこれはでも大丈夫です。スタッフさんが迷ってるのでセーフになりますね。はい、そうなんですよ。ちょっとね、霊的なものが見えてたんですよね。霊的なものが見えてて、あかりちゃんっていう女の子がなんか見えてたっぽくて、なんかよく二人で遊んでました。私本当は私一人なんですよ。怖いですね。それでは続きまして、ハッピーネーム仙台のたかしさんからいただきました。ありがとうございます。最近センチメンタルな気分になった出来事。いっぱいあるね。それではスタート。センチメンタル、うちさっき辞書で調べたセンチメンタル、ちょっとこう懐かしいような、ちょっとこう寂しいような気持ちになることを言うんだってね。うちこの間、一人で映画を見ていたんだけれども、待って、ちょっとルール確認したいぞ。これは、敬語丁寧語禁止で、敬語丁寧語禁止だよね。オッケーオッケー。映画で大好きな時をかける少女、見たの。でもこれちょっと夏のね作品だから、ちょっとこう秋にかけてちょっとこうなんか新鮮な気持ちで見たんだけれども、やっぱりね、こう学園ものというか、ちょっとこう学校生活、学園生活が結構うちは胸にグッとくるものがあったね。そうでで、なんだろうな、ストーリーに全部こうおーって思ったし、あとは時をかける少女も見たんだけど、その、2日後ぐらいかな、また別の作品のクレヨンしんちゃんを見たよ。以上。いいんだいいんだ、ピンポンって言ってくれるのはいいんだ。これね、だんだんね内容がなさすぎ、本当にエピソードをなぞってるだけ、別に何を感じたとか言ってないの。もうね、怪しい、いろいろだから、すごいなんか達成感はゼロ丸続いたけど、こういうんじゃないんだよねって、ということで、とりあえず OK だぞ。
いうこと、久しぶりです。はい、ありがとうございます。ちょっとこれダメだね、内容ちゃんと言わないと怒られちゃう。これありがとうございます。ということで引き続き話してほしいトークテーマお待ちしています。以上、さゆりんみやびしゃべりでした。お送りしてきました伊達さゆりの伊達にラジオやってません。そろそろお別れの時間になってしまいました。番組ではメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送伊達さゆりの伊達にラジオやってませんまでよろしくお願いします。メールの場合はすべて小文字で date@joqr.net まで送ってください。お便りを読まれた方の中から毎週1名様に番組ステッカーをプレゼントしていますので、ご希望の方はお便りに住所、氏名、電話番号をお忘れなく。またこの番組はポッドキャストと A&G の公式 YouTube チャンネルにて毎週金曜18時にアーカイブも配信されます。そして私伊達さゆりからのお知らせです。私が渋谷カノン役として出演していますラブライブスーパースターリエラの情報に関してはラブライブシリーズ公式ホームページをチェックしてみてください。そして11月19日火曜日から21日木曜日に草月ホールで上演される猫炭2猫町簡易機炭仮面遊戯殺猫事件に出演させていただきます。こちら日程により出演者が異なりますので、詳しくは猫炭公式 X をご確認ください。そして伊達さゆり日めくりカレンダー2025を12月13日金曜日に発売させていただきます。今回は表紙プラス31枚の卓上タイプとなっております。さらに12月14日土曜日には発売記念イベントも開催いたしますので、詳しくは公式 X をご確認ください。それでは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 最後にステッカーをお送りするリスナーさんの発表です。今週当たった方はこの人だよ。やばい、キャラブレがひどい。ハッピーネームいくみさんです。おめでとうございます。あ、いくみさんは、実家がそこまで遠い距離ではない方そして、手土産を持っていきますかっていうお便りをくださった方です。ありがとうございます。いや本当に、でもね、やっぱりどんな手土産でも嬉しいですよ。お土産持ってきてくれるのすごく嬉しいので、これからも私もいくみさん見習って手土産を買っていこうかなと思います。はい、ステッカー楽しみにしていてください。ということで今回の放送をお送りしてきましたけれども、みやびしゃべりでね、ちょっとエピソードが内容がなさすぎたので、ちょっと映画トークしようかなと思います。私映画は基本的に同じ作品を何回も何回も見ちゃう人で、さ、トトロとかもあるじゃん。でさ、なんだっけ、なんかで見たんだ、ジブリカルタみたいなのがあるらしくて、あるんだよね。で、なんかそのなんだっけ、ジブリの、その例えばトトロだったらトトロのアーから始まる名台詞みたいなのがカルタになってるみたいな、私それなんかで見たんだけど、私これ結構得意なんじゃないかなっていうぐらい、結構その何回も見てる作品に関してはトトロも何回も見てるんだけど、結構わかる気がする。それぐらいクレヨンしんちゃんでもそう、時をかける少女でもそうなんだけど、何回も見ちゃうから。でもね、やっぱりね、感動するお話を見ちゃう、ジャンル的には。そうだから、その分かってるの、展開がどうなっていくとか全部分かるのに、なんかね、泣けるんだよね。そうだから、センチメンタルサユリンになってました。はい、ごめんなさい、ちょっとこう、はい、そういう言い方にさせてもらいました。あれ、しんちゃんの最新作はって聞かれちゃいました。それではお別れのお時間です。この時間のお相手は伊達さゆりでした。またねー。